東村山駅周辺の高架化工事の進捗状況ということで不定期的にお送りしておりますこのシリーズですが、今回もですね、西武沿線の東村山第3号踏切についての変化をお伝えいたします。おとといもですね動画でご紹介させていただいたんですが、こちらの踏切以前はこの部分に遮断機があって、で、まあ2週間3週間前に、向こうの新しい線路に切り替えが行われたんですが、こちらの線についていたこの踏切をですね、先日の段階でもう線路は埋めて舗装されているようになっているのはお伝えしたんですけども、今日7月18日の始発電車からですね、このように、こちらにあった遮断機をここに移したことによって、一時的にこの長さ、踏切の長さがですね、こっちに来たらあれなんですけど、13.7m になってたんです。6月27日からですね、それが今日からやっとまた短くなって、5.8m、6m弱になったということです。こちらが7月17日まで 13.7m だった踏切の様子です。 10m ほど短縮されたということで、ちょっと歩いてみますけど、今までですとこの踏切を、向こうまで渡るのにですね、18歩必要だったんですが、また短くなってですね、この踏切ここまでね引っ込んだので、遮断機がですね、踏切を渡るのに必要な歩数、私の歩幅で1、2、3、4、5、6、7歩で渡れるようになりました。こちらが西武園方面を撮影しておりますので、ちょうど向こうの山々がトトロの森八国山緑地になります。ちょうど大きく左にカーブをして、北山公園とあの八国山緑地を抜けたら、終点の西武園というところになります。で、向こうにもですね、今レッドアローが通過していったんですが、カーブの、ね、半径はだいぶ緩くなったような感じですね。以前ここの場所から西武新宿線の電車というのは全く見えなかったんですが、今は少し見えるようになりました。今こちらは東村山側を映しております。この先には東村山第2号踏切があったりいたします。新しい線に切り替えられて、昔の線の踏切もこういうふうに整理されてですね、なおかつ遮断機もちゃんと新しい線側の方だけになりましたんで、しばらくこの東村山第3号踏切については特段変化がないのかなと思われます。あくまでもこちらの新しい線というのは仮の線路なので、高架の部分はこのように杭も打たれているんですけど、このもともと走っていた線路のこの頭上あたりに高架が来るということになっているようです。この先のもう少し離れた場所に踏切がある手前までが高架区間となっていて、この踏切は高架が完成するとこちらの踏切と合わせて廃止されることになっております。まだね、線路も向こうは残ってますし、枕木にしてもね、このようにまだ若干撤去はされているんですが、まだ多くは残っております。で、こちらの東村山側にしてもまだ線路はねほぼほぼ手つかずですし、枕木もそのままにされてますんでね、昨日まではここの部分って踏切の中だったので、電車が来るとこの
こっちまでね撮影するときは遮断機の外に出ないと大変危険だったんですが、まあ、今日から、まあ、撮影するときはこのねだいぶ8メーター弱 7.9 メーター短くなりましたんで、だいぶ安全を確保しつつ、撮影ができるようになりました。まあ、昼間でもね平日は作業されているようなので、このように堆肥はない気にと書いております。工事中作業中にですね電車が20分に1本ほど日中はここを通るので、まあ、往復すると 1時間あたり6本電車が通過するんですが、通過する際にはこちらのもともと走っていた線路側に避難するようにということで、あのように注意書きも書かれております。西武新宿線の電車が見えるようになったのはね本当に意外でした。ちょうどね音も聞こえますし、遮断機のベースというのもこういう風にねなかなか普段こう見ることが少ないのではないかと思います。あまりね踏切のこの遮断機をじっくり見たことなかったんですが、遮断機とあのカン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 っていうその警報器ですね、これっていうのは別々みたいですね。でと様子を見ていたら、こちらのこの警報器というのはね、遮断機はおそらくちょっと見た感じね古いのでもともとあったものを映しているようなんですが、こちらはね本当にピカピカだし、この間ちょうどここら辺に新しいこの警報器については寝かされてたんで、おそらくまっさらなやつを使っているんじゃないですかね。向こうの遮断機もその遮断機に比べたら警報器自体は新しいので、おそらく遮断機は以前のものからの流用で、警報器は新しいものになっているんじゃないかと思われます。ということでですね、今日から 13.8 メーターの長さから、5.8 メーターの長さに変更となった東村山第3号踏切、西武沿線の踏切について、ご紹介をさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。また何か大きな変化などがあった場合にですね、また高架化工事の対象となる踏切などから撮影をさせていただきたいと思っておりますので、完成が2025年の3月年度末の予定です。あと5年近くありますんでね、はい、また柱が立ったりとかそういうことがあったりしたらご紹介させていただきます。長らくお付き合いいただきありがとうございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などもぜひよろしくお願いいたします。